あなたの身近にある奇怪にして不可解、奇妙にして不気味な事象、陰惨な事件、凄まじい怨念、祟り、呪い、怪奇、心霊現象、あなたはもう帰れない。女性の足ばかりを鎌で切りつけるカマキリのような男が品川の駐車場に出るという噂がある。品川のコインパークで買い物を済ませた女性が自分の車のドアを開けようとしたとき、突然足に激痛が走ったという。アキレス腱が鋭い刃物で切られたかのようにパックリと割れて血が噴き出していたというのだ。足元を見ると車の下から鋭い鎌のような腕を持った男が現れたが、驚いてもう一度車の下を覗き込むと、男の姿は車の影に吸い込まれるように消えてしまったという。この付近の駐車場では同様の事件が多発していたらしい。警察も警戒していたが、事件の実態がつかめず警備は十分とは言えなかったようだ。駐車場の防犯カメラが捉えた映像がある。ご覧いただこう。もう一度ご覧いただこう。やはりカマキリ鎌男の噂は本当だったのだ。